こんにちは、岡チャンネルの岡ちゃんです。今回は車のメーターのパネルについてしまった傷を目立たなくしていきます。撮影が夜しか時間がなく見えにくいですがご了承ください。それと夜だと傷がそれほどわからなく、このように傷は目立ちにくいのですが、横から光が当たるとこんな感じで傷がいっぱい出てきます。日中だとこのように白ぼけた感じに見えます。スピードメーターに触らなければ傷が入らないのですが、ホコリを拭いたりここら辺に物を置くとどうしても傷が入ります。今回はこの車を中古で買ったので傷だらけでした。それでは早速作業していくのですが、今回は撮影をしやすくするためにこのスピードメーターを外します。スピードメーターが外れたので今回は室内に持ってって作業します。作業する前の注意点ですが、自己責任でお願いします。素材によっては今以上に傷が入ることもあるかもしれません。どうしてもやりたい場合は目立たないところで試してみるのもいいかもしれません。今回はカー用品店で売られているこのリキッドタイプのコンパウンドを使って傷取りをしていきます。今回は傷が深めなのでこの粗い方から磨いていきます。使用するウエスはこの柔らかめなウエスを使います。あと磨くときは力はあんまり入れずに磨いていきます。力を入れすぎると余計に傷が入ることがあります。あとこういう文字が消える可能性があるのでここら辺は磨かないようにします。粗い方が終わったら次に中間の粗さの方でやっていきます。最後に細かいコンパウンドで仕上げます。すべての傷は取れませんでしたが、傷は目立たなくなりました。今回は念のためにこのコーティング剤を塗ります。これで完成になります。スピードメーターを車両から外さないで作業する場合はこのメーターパネル以外のところをマスキングテープなどを使用して保護してください。このコンパウンドがつくと取りにくくなります。残りの注意点はスピードメーターを外すとトリップメーターがリセットされるのでご注意ください。それでは最後に車両につけてテストをしてみます。組み上がったのでメーターを光らせてみます。夜だとこのようになります。横から光を当てても最初よりは目立ちにくくなりました。今回はスピードメーターの傷取りをしてみたという動画でした。